今日の夜やるってさ。肝試し？うん。何それ？いや、何それって知らないの？いただきまーす。いただきまーす。いや、今日もね、ラジオ体操できませんでした。なんだろうね。ごちそうさまでした。難しいね。はい。で、何？今日何？肝試しすんの？いや、怖いわ。やだ。絶対したくないわ。ね。でさ、昨日ね、作れなかった砂糖水。今日は作れ、あ！私は試しに砂糖水を作ってみることにした。ほら、できたわ。苦労して出来上がった砂糖水は、台所に置いてあった小さな空き瓶に入れることにした。よっしゃ！いいね。よし！これでここの虫は全部僕のものだ。いや、それは無理だろ。それはさすがに無理だと思うけどね。よっしゃ、これでいいね。オッケー。で、このゲーム気づいたんだけど、4とかは、この画面チェンジで時間進んだんだけど、このゲーム多分関係ないね。そうじゃないから、何か行動しまくった方がいいね。うん。あー、でもノコギリか、ね。大きいんだったらいいんだけどね。ちっちゃいからね。で、これどうやって塗るのこれ。アイテムとか塗るの。あ、来た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 。よしよしよし。いや、音よ。ぷいって。ぷいって音なんなんだよ。かわいい音やめろよ。笑うわ。さあ、卵はないですね、これは。じゃあ次、牛舎行って、おっさんに話聞いて。ボク君、こっちに来たらたくさんお腹が空くだろう。うん、そうだね。牛さんは一日に食べる牧草の重さと、出す牛乳の重さが同じくらいなんだよ。え？食べる量と出す量が同じ？そう。ま、その他にも水もいっぱい飲んでるけどね。うんちも一緒なのかな？牛は食べる餌の出来によっても、牛乳の味や量が変わるものなんだ。まあそうだよね。やっぱストレスとかさあるもんね。まあ人間も多分だからそうだよね、きっと。はい。で、次は誰ですか、名前。ボク君、うちの牧場の牛さんたちの名前もっと教えてあげようか。お願いします。あ、やべ。あ、そっちまで行くか。この子はね、花子って言うの。ちょっと和風な顔してるっしょ。とっても優しい子だよ。いや、あんまり顔わかんないな。牛は人間の子供の命令でも聞いてしまうくらい従順な生き物なんだけど。そうなんだ。この子は特に優しい性格なんだ。そうなんだ。かわいいね。まあいいや、じゃあとりあえずさ、普通にまた牛にね、水じゃねえわ、牛乳あげましょう。どう？まあ大きくはなってないね。うん。だから、え、あれ、あ、なんか上行ったんだけど、なにこれ。え？あ、なんか見れるんだ。知らなかった。へぇー。で、これで、ミルクを専用バケツに移して、で、2000cc がいいんだよね。だから 2000cc にしましょうね。うん。これをスペシャル牛牛号にあげればいいんだ。そう。2000cc にしましょう。だから、まあ、出るかな、今日。まずちょっと出るかどうかだよね、問題は。出なかったらちょっと悲しいんだけど。まあ、出てくれ。頼む。さあ、期待してるぞ。出すんだ。いっぱい出すんだ。出なーい。ってことは、いや、これあれだね、マッサージしようか。ぐる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 こそみ、これで多分出るでしょ。うん、ほら、キモテーって言ってたから今ね。これ出るでしょ、絶対に。はい、きたー。で、これでじゃあ 1000か。あとだから3体だね。よし、いいよいいよいいよ。こんなもんだ、こんなもんだ。もういいもういい、さよなら。で、次どんどん行こうか。はい。さあ、お隣さん、お隣さん、どうだね。はい。さあ、君は出るかな、普通に。ぐるぐるマッサージの項目あったら、ぐる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 こさみ。うわ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 、すごい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 、早い。めっちゃ高速の今、高速ぐるぐる。何、あんまり怒った、もしかして。ちょっとあんまりでした、今、もしかして。もうちょっとやる？ちゃんとやる？ふざけすぎたな、今、完全に。あれ？なんかあんまりって感じ？出ないのかな？それともしなくても出る？あ、出るんじゃん、しなくても。なんだよ、しちゃったじゃないか。これあんまりふざけるとほんと蹴られますから。牛だってね、でかいね、動物ですからね。怒らせたら絶対蹴られますから。危ないですからね。オッケー。さあ、あとじゃあ、500cc だね。よし。さあ、ここでね、隣の奥さん。さあ、
この可愛いね、あの笑ってる子ね、フランソはね、まあ、これ普通にまず出してみようか。出ないね。出ないってことはもうこれグルコサミンだね。いくよ。ぐる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 ドカーン、なんもないわ。やっぱ早いとダメなんだね。まあマッサージだからね。おお、来たか来たか。これめっちゃめっちゃ出そうな感じだぞ今の。いいね。ほら出た。よーし、これで、全員分ゲットできましたね。全員分っていうかミルクいっぱいになったんで、さああげましょうね。さあ大きくなるんだぞお前。飲め飲め、ほら、はい、飲め。スペシャル収集号はかなり一生懸命ミルクを飲んだ。よしよし、オッケー、大満足。これでいいね。いやでも大変だね、 2000cc 結構大変だわ取るの。さあで、あとはツバメちゃんはどうなってる？特にない。あ、大丈夫そうだね。時間は11時か。まだ時間あるから、そしたら次は、俳句おっさんだな。俳句おっさんのとこに行きましょう。さあ、やってまいりました。本日もやってまいりました。カエルテング選手です。さあ、ぶつからずにゴールを決められなかったー。落馬しました。終わりました。はい。オッケー。でね、虫がね、新しいのがあんまりいないんだよね。まあ、多分、あの秋に近づけば出てくる虫とかもいるから焦ることはないはずなんだけどね。さあまあいいや。はい、こんにちは。よし、さあまたまた行くべきだぜ。どれどれ、聞いてやるよ。炎天下働くオイラは滝の汗。まあ普通じゃね。まあでもうまいね。55点かな。うん、まあまあ、まあまあだね。うん、さあじゃあ俺がやるよ。よし、じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。よーし、そうだな。炎天下、この家今夜は美味しそう。これ言ってみようか。なんかさ、何あんのかなみたいな。この家今夜は美味しそう。どうよ、これ結構いいんじゃない。まあまあだ。まあまあだと。マジで。わあ、45点だ。なんで？ショック。次回、また。マジか。頑張るようにな。じゃあトラック乗せてもらおうか。ね、はい。さ、水泳大会やりたいしね。で、虫相撲もやりたいし。で、お姉さんとこも行きたいし。いろいろあるんだよね。で、最後夜はあれか、肝試しか。ありがとうおじさん。楽しみー。オッケー。そしたらこっちまっすぐ行ったらいいんだっけ。どっちだっけ、戻ればいいんだっけ。そうだよね、戻れば、あ、違うわ、左に行くのか。よし、覚えたぞ。左な、左に行けば確かいるんだよ。ほら、どう、今日は何やってる、今日は何やってんの。ザリガニって内地とこっちじゃ違う種類なのかな。なんで。テレビで見たけど、あっちのザリガニって赤くね。それって当たり前じゃないの。この辺で赤いのなんか見たことないべさ。何か聞きたいことあっかい。そうか、アメリカザリガニか。こっちは日本ザリガニってことか。つまりね、多分そういう違いだよね。うん、どう、僕と競争すっかい。するするする。何の競争。川島の方へ泳いでいくと3本の丸太で川がせき止められてるところがあっから、そこに上陸するまでが。オッケー、まあ同じだね、ルールは。よし、もうやんの。あ、おお、もうできんじゃん。いやでもちょっとでかいからな。よーい、待って、早く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 して、早くして、早く早く、ほら急げ急げ。よし、負けないぜ。こっち、あー、いた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 。おら、あ、なんだこの視点変更は。だから前回もそうだけど、あれ迷った。こっちでいいんだよね。どこにいる、あいつ。いねえぞ、いない。あ、いた。早い早い、まずい、早い。どうしよう、間に合うか。そうで、確かここの辺確かなるよね。そうなるから、なるからオッケーなって。早いな、まずい、全然追いつけねえ。連打してんだけどな。早い、いや、もう少し、もう少しで。ここ乗ればいいんだろ、乗ればいいんだろ、乗ればいいんだろ。よしよし、オッケー、ゴール。レイ君に勝っちゃった。勝ったー、負けちゃった。よっしゃー、そんなもんか。さ、陸に上がったぞ。これやってみようか、石。一応石やってみようか。どうなんだろうな。変わんないかな。4回とかなんないかな。なればいいんだけどね。いけ？ダメ？たった3回しか。あー、やっぱ変わんないんだね。うん、そっか、わかった。
で、時間は今何時だ？まだ時間は、あ、全然あるね。よし、じゃあ虫相撲だな。あとは、恒例の。よーし、なんか捕まえてないね。オッケー。角度が若干これ難しいな。あ、てかその前に、せっせせしたいな、せっせせ。ね。みっちゃんはなんで泳げないの？沈むの。沈むってことはでも、痩せてるからじゃない多分。せっせせってやる？オッケー、やる。当然だろう。今日こそな、クリアしてやるからな。行くぞ。タンバリンの音に合わせて、丸ボタンを押してね。せっせっせーのよよよい、アルプス一万着小槍の上でアルペン踊りをさあ踊りましょう、ララ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 ラ、あ、惜しい、ちょこっと間違った、惜しい、なかなかやるね。いやー、やっとここまで来たのに、一応もう一回やれば多分なんか、クリアできそう。やる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 。惜しいな、今の。オッケー。だいぶでも上手くなったからな。オッケー。あれ？あと1回じゃん、なんでだ、最後の1回が、最後の1回じゃないわ、途中の1回が、なんでだろうな、まあいっか、まあまあ、でもだいぶね、初日のね、もうやばさはね、やばかった、本当に、はい。さあ、沈もう、やっかい。やっかい、やるだろう、そりゃね、よーし。俺様に勝とうなんて、2万5000年早いぜ。どういうこと？なんで2万5000年なの？私もやるよ。オッケー。で、まあ今日もとりあえずね、ノコギリクワガタを、育成して、昆虫採集セットにね、出しちゃったから。さあ、でかっ！でかっ！でかい割に。あ、なにこれ？ヒメオオクワガタ！なんだこいつ、知らねえぞ。ちょっと欲しいな、こいつ。こいつ飼ったらもらおう。なにこれ？知らねえ。やべやべやべ、やべ、やべ。頑張れ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 。まあスタミナ的には全然飼ってるけど、押されてんぞ、おい、押されてんぞ。まあ土俵の真ん中か。大丈夫だ。まずいっしょ。いや、いける。なんか技を出せ。あ、痛い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 。疲れてんぞ、おい。負けんぞ。まずいっしょ。いやー、きついか？いや、でもスタミナ的には勝って、あとは押せばいいだけ。お、おい！でも、いや、でもスタミナ勝ちこれあるかもしんないぞ、ワンチャン。ワンチャンこれ、技はもう出すことはないから、相手が。あとはこっちが粘り勝ちすれば、勝てる。勝てる。なんで引きこもるんだ、お前は。戻んなって。おい、スタミナ勝ちできるじゃねえか。頑張れよ。よし！負けちゃったべさ。スタミナ勝ち。こいつもらおう。なんだこいつ。姫大クワガタだって。次は俺の番ね。ちっちゃいけど大クワガタみたいな感じ？それ、ミヤマクワガタだよ、今度。なんかだいぶ変わってきたぞ。なんでだ？やば。ミヤマクワガタなんかいなかったからな。昨日まで。痛い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 。ちょっと、ノコギリさん頑張ってくれよ。おい。なんとか粘れ。技を出せ、技を。技を出せ、なんか。くそ、なんで不発弾なんだよ。メスなんかに負けんじゃねえぞ。男の威厳見してやれ、お前。出るんじゃねえぞ。いけるいけるいける。出せ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 。出したー、来た。おお、ゴー上がった。すくい投げ。いいね。よーし。どれ？あー、ノコギリか。待ってね。さあさあさあ、まあ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 、メスだろうがね、油断、本気でいきますよ。なにー、うっちゃりー。いや、マジかよ。うっちゃり来たよ、これ。よし、薄バカ行ってみよう、薄バカ。薄バカ。いやー、こいつちょっと使ってみたいし、ね。まあ、おさんでいいか。うん。どうなん、薄バ。この薄バはさ、そもそもでかいの？サイズ的にもどうなんだろうな。お、でも勝ってるね。お、あー、失敗してんじゃねえか。いけいけいけ。出せ、出せ、出せ。もう少しだ、出せるぞ。ギリギリ。出せ、よし。いやー、スタミナ上がんねえな、しかし。うわー、出た。出た、カマギロチン。カマギロ。やば。強いんだけどね、薄葉。でかいな、60ミリって。でも60ミリのノコギリクワガタよりもパワーがあるっていうことは、ノコギリクワガタがパワーないのか、それとも、まあ、薄葉がパワーあんのか、どっちなんだろうな。うん。ただ、スタミナが全然上がんねえからな、これ。出したとしても。あ
いや上がんねえなこれ。ちょっとスタミナがないのは結構きついな。スタミナ上げる方法はね、多分勝つしかないはずだからね、結構厳しいですねこれね。どんどん行きましょう。勝ってね。ちょっとあれだね、やっぱり強いにしてみる。弱いだと本当に弱い。あ、でもこれ倒してからにしよう。これ倒したら強い行ってみようか。よし、いけ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 。これ結構 HP 高いし、まあ、カマギロチン、お、うわー、カマギロチン強っ。見た今の、やば、あんな削んの、強すぎだろ。これはちょっと強い行ってみるか。どうかな。あ、青かな分だったらいけそうだけどね。まあただスタミナがちょっと低いからね、そこがねちょっと欠点というか、パワーはあるんだけどね、スタミナさえなんとかしてくれたらね、全然いいカマキリなんだけどね。いやでも、お、きたー、いいね。あとは出せ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 、出すんだ出すんだ、ジョー、オッケー、いいねいいねいいね、押し出し。さあ喜んでますね、ウスバ君も。え、ああ、コクワか。でも技レベルが2だからな、結構技もしかしたらいい技持ってるかもしれないから、これは短期決戦で決めてほしい。よし決めたね、よし、あと1勝で10勝だね。そしてあと1勝で10勝インフンだみたいになったな。次は俺の番ね。さあ、うわでかい、あ、49ミリか、でかくはないか、うん、なんかでかく見えた一瞬。やっぱ強いも強くないね、全然。お、来た来たー、かっこいい、かっこいいよね。はい、10勝名前決めれますね、これで。さあ、この虫も10勝だべさ。オッケー、何にしようかな。そうだな、そうだな、謎のマグナムにしようか。謎のマグナム、いいね、謎のマグナム最高だぜ、行こう。さあ見せてやれお前のマグナムをな。よーし、どこにマグナムを隠してるんだお前は。よし、あーでもスタミナ上がんないんだね全然。キングはいないのかな、ちなみにね。キングいない、新しいのも出てこないし、キングいればいいんだけど。キング、キング、あ、僕いないか。ハヤト、チェンジするべ。俺持ってないぜ。いないっぽいね。チェンジ。ごめん、持ってないんだ。いないのか。まあいいや。みたいだべさ。そっか。まあマグナムね、なったんで、もういいでしょ、今回は。あ、待って待って、買おう。でもいないんだよな、虫が、ほぼ。赤足とかじゃ多分ダメだし、こいつとかじゃダメだよね。あと、ヒメクワガタ欲しいなと思ったの。全然ダメだな。0.8 匹分ってひどいな。そうだよな。まず姫、あ、いたいたいた。2.7 匹分か。結構なもんだからな。残念ながら、ちょっと虫がいないんでね。また捕まえてきましょう。じゃ、来たっけ？来たっけ？はい。いや、楽しかったね。で、あと何しようかな。まあ、特にないけどね。うん。まあ、虫も捕まえ、あとだから、あれだよ、王冠とか欲しいよね。こことかになんか王冠ないの？王冠がどこにあるかだよね。そうね。あ、ハヤトと話してなかったな、そういえば。うん。おい、七夕のろうそく集め、知ってっか？来んのかい？何のこと？みんなで集まって、この辺の家を一軒一軒回るんだ。それで？俺たちの分け前が出てくるまで、玄関の前で粘るのさ。分け前？なあ、ボクちゃん。何か俺様に聞きたいことあるか？え、お金もらえんの？あ、ヒメオオクワガタいるじゃん。見てみようか。ヒメオオクワガタは、トルネード突っ張りが出ればいい展開になるぜ。よく技を出すから頼もしいけど、それがあんまし当たんないんだよね。あ、そうなの。まだ何かあるかい？じゃあ、平田だっけ？あ、ミヤマか。ミヤマのメスも粘り強いタイプなんだ。そうなんだ。このクラスになると、メスでも力や技が強力だよ。へえ。まだ何か。じゃあミヤマ欲しいな、ちょっと個人的に。また用途あったら話しかけてくれよ。わかった。ミヤマ欲しいな、ちょっと。でまああれだね、砂糖水つけていこうか、また。うん。はい、砂糖水つけて。何かいるかな。何かいる？いたね。え？何これ？何これ？ちっちゃくね？なんだこれ？え？あ、コクワか。え、ちっちゃ。なんかちっちゃすぎてコクワかと思わなかった今。
あ、濡れないのこれ。何かいるかな。あれ砂糖水もしかして濡れないの一回しか。何もいないよ。あ、そうなんだ。また作んなきゃダメなの。あ、濡れんじゃん。びっくりした。砂糖水を使おう。そうそう、塗った方がいい。うん。これ変わんのかな虫が。数が増えてるだけだったらな。でもまあ増えて、なんかでかいやつとか出たらいいのか。どうなんだろうね。数増えればいいんだけど。そういうわけじゃなそうだもんな。ちょっとじゃあ虫捕まえてさ、虫交換できるようにさ、虫いっぱい捕まえとく？キングのマークとかあればいいんだけどね。さあ、で、時間は、まだ全然あるな。めっちゃ暇だな。どうしよう。この船のやつってさ、イベント出ないもんね。見てみてもいいけど。多分船乗れないもんね、まだ。いつか船乗れるんだろうけど、今乗れないから、そうするともう、夜、基本的にやることはない。あ、だからお姉さんとか行かないとね。さあ、着いた。またね、裸足で行きますよ、裸足で。悪ガキですよ、悪ガキ。ほら！ガラス工場に裸足で入ってくんな！毎日怒られるからね、毎日。何してんのっていう。さあ、今日はどんな話題があります？ねえ、お姉さん。そっちの机の方にいろいろ置いてあるのは何なの？ああ、これはバーナーだよ。日本で私みたいに両方やってる人はあんましいないのさ。こっちでやってたのは吹きガラスといって、バーナーとはかなり違うんだ。どう違うの？吹きガラスは溶けたガラスに息を吹き込んで風船みたいに膨らますことが基本なのさ。グラスやランプみたいな形のものを作ることができる。うんうん。一方バーナーはソリッドワークとも言うんだけど、ガラスの棒や板を直接ガスバーナーで熱しながら曲げたり伸ばしたりしてオブジェなんかを作っていくのさ。イタリアのベネチアが有名なんだ。なんだかわからないけど、そうなんだ。なるほどね。だから風鈴とかが吹きガラスで、あの右下のなんか天使っぽいのがバーナーってことか。芸術作品を作るだけでは燃料代が出ないから、吹きガラスは実用品を作ってる人が多いのさ。あー、でも今風鈴とか見ないよね。こんな時間早くね。思った以上に早かったんだけど。じゃあ塗っとく？砂糖水を使おう、はい、塗りましょう。思った以上にちょっとだからプイって音やめて。ぷいって音。かわいいけどさ。なんか違うよな。ぬるって音ではないよな。さて、こっちはあれだよね。もう来たし、どこ行こうかな、他に。まあ、歌ってるなら歌っててほしいけどね。あ、なんかいた！セミがいる！あ、よし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 、オッケーオッケー。アベラゼミ、ミンミンゼミかな。ミンミンゼミ来た。ミンミンゼミだ。ミンミンゼミのがね、色綺麗なんだよね。やっぱ緑だからさ。いいね、いいね。オッケー。さあ、じゃあ、水あげましょうよ。あれの。お野菜の。オッケー。あ、違う、こっちね。はい。あ、違うよ。え、何やってんの？ここね。よし、いいよ。あと、そうだ。クイズやろう、クイズ。クイズ。料理クイズ。さあ、賞金1000万をかけた。料理クイズのお時間ですって言ってね。うわ、なんかリアルな蝶々がいる。でも時間使っちゃうから立ってると。オッケーオッケー。さあ、今日のね、晩ご飯は何ですか？はい、僕くん、今日の晩ご飯は何でしょう？何ですか？ヒント。ことこと煮込んで作ります。いや、シチューでしょ。どう見ても定食はだって違うし、まあ鶏の照り焼きは焼くだけだし、焼くだけとか焼く方だし、じゃあまあシチューかな、これは。当たるか外れるかわかんないけど、楽しみにして待っててね。オッケー、わかりました。さあ、そしたら次はそうだな、仏壇に仏壇チンしよう。ちょっと待って、方向転換がマジで難しい。ここだな。わあ、あ、足跡が、なんだ、うっ、きったね。ほら、なにこれ、きたね。うわ、何この足音、足跡か。うわ、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 汚。そういえば、これ切れないのかな、これ。これ切れないの？あ、切れないのか。なんか切れるような気がしたんだけどな。汚っ！うわ、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 めっちゃなんかほら、うわ、うわ、裸足だからね。余計にそうなるんだ。汚ねー、こいつ。うわ、ああ、できたか。おーい、ご飯高さったよー。高さった、高さったって言うんだね。さて、今日肝試しだろ。じゃ、いただきまーす。いただきまーす。いただきまーす。
いやでも王冠がわかんないな。ちょっと調べてもいいかもね。別にごちそうさました。ねえ、肝試しって本当に怖いところへ行くの？そうだよ。どこに行くの？お墓だよ。夜にお墓に行くの？そうだよ。やばいじゃん。あそこは知ってる家のお墓ばっかしなんだわ。あ、じゃあ出てきても別に。しか出ないよ。で、俺は知らないから。あんたも来るんだよね。まあ行くわ。じゃあこの後すぐに秘密基地へ行く途中の道が分かれてるとこまで来てね。わかった。なんだか大変なことが起きそうだね。えいやちょっとやだな。でも正直怖いっすけど、行くか。じゃあ話しかけた方がいいよね。でもね、いろいろとね、おばさんに一応ね。うーん、どう計算しても赤字になっちゃうさ。赤字はきついな。赤字って何？例えば6月はものすごく売り上げがあったけど、7月は暑さであんまし牛乳が出なかったの。そうやって損した時を赤字って言うんだわ。僕なんか暑いと牛乳をたくさん飲みたくなるのにね。そうだよね。いや厳しいね。やっぱり経営って難しいんだな。あ、そうだそうだ、一応正解聞いとかないとね。正解教えて。正解、今日の晩御飯のテーマは我が家の定番、牛乳たっぷりのまろやかホワイトシチューにお父さんとパパが大好きな焼きナスを添えてみました。僕くん大正解でした。まああのヒントがね簡単すぎるんだよ。さて時間なくなっちゃうから、急いで行きましょう。もうとっとと行かないとね。はい。でこれ降りたら近いかな。近くない、もしかして。あ、近いか。あ、近いわ。うん。さあ夜のね滑りなんかなかなか見れませんよ。お、すごい、こんなとこまで行けんだ。お、すごい。わーい。でもちょっと見づれえな、夜だから。やっぱりさあ、このぶつかんないように、ぶつかんないようにゴール1位。あ、ここでも使えないからダメじゃん。こっちって確かないんだよね、道。そうだよね。やべえ、迷ったかもしんねえ。これちょっとまずいな。こんばんは。あ、よかったよかったよかった、間に合った、よかった。今日は少し涼しいね。きっとお化けが近くまで来てんだわ。やめろよお前。そういうことわかっちゃう子よね。えー、そうなの？あ、学校じゃん。行けるんだ学校。やった。これって学校？てかレンガ落ちてるし。うちの小学校なんだわ。露骨にレンガ落ちてますけどね。レンガあるよね普通に。ちょっと待って。後ろ見て後ろ。レンガあるから。今、ドレミファソラシド聞こえたよね。ここはどこ？僕の家がやってるお寺さ、龍安寺って言うんだわ。龍安寺。あー、行ける場所増えるんだね。誰から行くか決めよう。じゃんけんね。ちょっと、あれ、なんかお経聞こえなかった今。気のせいか。じゃあチョキ。じゃあ行くぜ。じゃんけんじゃなけ、次犬のクソ。どういうこと？僕くん以外はパーばっかしだ。イエーイ、勝ったぜ。というわけで最初は僕くん。なんでだよ、おかしいだろ。は、勝ったのに。なんまり嫌がってるね。だって怖い。なんでだよ。何事も経験っしょ。僕さっきのピアノの音だけでもすっごく怖かったのに。な、何それ。さっき学校からピアノの音がしてたんだ。え、中は明かりもついてなかったのに音が聞こえたよ。休み中は誰もいないべさ。それって本物のお化けだ。あ、いや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 、おい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 、結局肝試しは何なんで、ないのか肝試し。何なの？え、ちょっと待って、肝試しは帰り道がわからなくなっちゃった。あらら、どうしよう。墓地行ってみる。こっち墓地でしょ。そうだよね、左墓地だよね。行ってみようか。なんかあんじゃない墓地に。虫も、あ、あ、いる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 、待って待って待って、いるいる、虫いるんだって。待って待って、その辺にいるって。よし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 、ヒメクサキリ、いいね。なんかお化け出ないの？おば、うぅ、びっくりした。ガチでびっくりした。今これ誰？蚊に食われちゃったじゃん。あのお姉さんかな。あれ、え、何してたんだっけ。
え、これで終わり？でもこれで多分学校行けるんだよね、これから。やった、明日学校行ってみようね。で、時間はまだ9時だから余裕あるから、そしたらお姉さんとこに行ってみようか。お姉さん、会いに来たよ、僕が。あれ、ちょっと待って。はい、こっちね。さあ、いるか。あ、いるね。え、絶対違うかな。多分この人だよね、さっきの。お姉ちゃんってこんなところに一人で住んでて寂しくないの？うん、大丈夫だよ。彼氏もたくさんいるよ。へえ、そうなんだ。でも人間じゃないんだよね。人間じゃない、どういうことですか、それは。ちょっと待って、どういうこと。人間じゃないとは一体どういう意味なの？あ、何かを成し遂げて。あ、わかりました、わかりました。え、人間じゃないって何なんだろうな。怖っ。何？さあ、時間はある？まあ、まだ大丈夫だね。ちょっと、でももうそろそろ寝ないとね。まあ、一匹虫捕まえたし、明日ね、明日学校を巡ってみようか。多分ね、イベントはなくても、まあ、虫とか捕まえられると思うし、あと、レンガも一個あったしね。うん。だから明日だね。さあ、じゃあ寝よう。はい。よかった、今日は間に合うね。まあ、本当はお風呂入りたいけど、また余裕ぶっこいてるとね、布団の目の前でぶっ倒れるからね。それはちょっと避けたいんで、はい。寝ましょう。だから素直に。ね。まだ間に合う、まだ間に合うよね。まだ間に合うね。いや、もう11時ぐらいでダメだから、僕くん。さあ、本当は風呂入りたいな。でも入ろうかな、風呂。まだ間に合うだろ、風呂入ろう。入ろう、入ろう、入ろう、入ろう。大丈夫、大丈夫、大丈夫。よしよし。なんかお風呂乱入とかしてくるかもしんないし。一応お風呂入ろう。まだ間に合う、まだ間に合う。大丈夫だ。オッケー。なんも来ねえのかよ。まあいいや。さあ早く、時間はまだあるはずだ。大丈夫か？待って、時間は？やばいな、まずいな、これ。大丈夫か？ちょっと待って、頼む。寝るな。お前寝んなよ。もうちょっと頑張れって。あー！なんで？ボクくん。おやすみなさいしよ。うん。くそー。おやすみなさい。お風呂なんて入んなきゃよかった。はい、じゃあ書きましょう。肝試しに行ったよ。夜は暗くて怖いけど、肝試しはもっと怖いんだ。夜のお墓にぽっかり月が浮かんでた。ということで、はい、8月の6日もこれで終わりたいと思います。次回はね、明日8月の7日にまたやっていきますので、よろしくお願いします。それでは、おやすみなさーい。